皆さんこんにちは。浅草練り歩き企画第3弾ということで本日もお届けしていきます。ホッピー通りに到着です。この撮影した日は平日の昼間でしたので、まだ開いていないお店が多いですが、夜になりますとどこのお店もお客さんがたくさん入って賑やかにしています。せっかくだったら賑わってる様子もお伝えしたく、別の日に再度撮影に行ってみました。平日の夜5時頃ですけども、すでにもうこんだけ賑わっているということがわかるかと思います。はい、では戻ります。右手に見えます和菓子屋さん楓、こちらお団子を私は気に入ってまして、みたらし団子は結構しょっぱめの味で美味しかったです。続いて左手に見えますロイヤルコーヒー店、こちら食べログの100名店にも選ばれているようなお店だそうです。私もまだ行けてないんですが、いつか行ってみたいなと思ってます。右手前に見えますのが浅草味噌汁さん、浅草のお味噌汁専門店になります。いつもお客さんが並んでいて、メニューはちょっぴりいいお値段するかなというところなんですが、以前おにぎりをテイクアウトしてとっても美味しかったので、きっとお味噌汁も美味しいんじゃないかなと期待しています。ぜひ行ってみたいと思うお店の一つです。続いて食通街、下町の味どころということで、こちらをご紹介していきます。左手に見えますのが浅草パイチ洋食屋さんです。タンシチューやビーフシチュー、それからとんかつなど様々メニューがあって、いつか行ってみたいお店の一つです。続いて玉木通りに入ります。左手に見えるもんじゃ六文銭、こちらはカマンベールチーズがドドンと乗ったもんじゃで有名かと思います。なんと私が大好きだったホップシュークリーム、こちらのお店が閉店ということです。シュークリームがとっても美味しかったんですが残念です。このたぬき通りにはこのようなたぬきの着物が何体かいます。最後にベニズルというパンケーキ屋さんのご紹介です。この日は平日の午前中でしたので、すぐにご案内いただきました。通常は整理券を配っているようです。お席はカウンターのみで、目の前でパンケーキを作っているところを見ることができます。甘いパンケーキ以外にもベーコンや目玉焼きの乗ったしょっぱいものもありました。今回は蜂蜜とバターという一番ベーシックなものをいただきます。合わせてアイスのカフェラテもいただきました。このパンケーキは米粉ときび砂糖を使ってふんわり焼き上げているパンケーキということなのですが、本当にいい香りがしてふわふわでとっても美味しかったです。ほんのり甘く、甘すぎずペロリといただきました。ここまで3回にわたり浅草の様子をお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。少しでも浅草の良さが伝わってればいいなと思っています。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。